こんにちは。始まりました、川西美希です。今回は通販で購入したコスメ、スキンケアグッズ、アクセサリー、香水、ネイルグッズだったりとかを紹介したいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。まず一つ目は、結構使っちゃったんですけど、こちらのクレンジングタオルというもの。過去にゆるいサムギョプサルとクレープを食べる動画があったんですけど、それの洗顔の時に使ってたのはこちらですね。で、最近この手のクレンジングタオルいろいろ買って試してるんですけど、これはアマゾンで3個セット1930円でした。なんか結構ちっちゃくなってるんですけど、トイレットペーパーの業務用みたいな感じで、このぐらいの大きさが本当あって、すっごい丈夫で、ティッシュで顔とか拭くとティッシュの繊維が顔に貼り付いちゃってたりするんですけど、これはそういうこともなく、ウェットティッシュのもうちょっとしっかりしたバージョンみたいな、そんな感じかな。で、これミシン目がついてるので、そこでカットして使うんですけど、使い心地はすっごいいいんだけど、切る時が結構力いるのでめんどくさいなって思って、でもう少し使い勝手いいのないかなって思ってたところ、質はこれよりももうちょっと薄めなんですが、インスタのストーリーで載せたロージーローザソフトコットンシートっていうやつ、これが50枚入りで280円。これだとティッシュっぽく、これに入っているからミシン目とか切る必要もなく、スッと洗顔したらこれ取ってポンポンって拭けば水気が取れるっていう、本当に簡単で時短なやつをゲットしました。これ最近発売したらしいんですけど、クレンジングタオルと同じく洗顔後に使ってもいいし、あとコットン代わりにしてコットンパックだったりとか、除光液含ませてネイルオフしたり、拭き取りだったりとかもできるそうです。これめちゃくちゃいいよね、ティッシュタイプ。コットンも最近いろいろ使ってるってこちらも動画で紹介したんですけど、やっぱロージーローザいろいろあるからめちゃくちゃ使い勝手いい。あとはでも好みによると思うんですけど、ロージーローザの方はかなり薄くて、コットンパック本当にしやすそうだなっていう感じの、少量の化粧水で済むから、これを8等分とか4等分にカットして、ひたひた化粧水つけてコットンパックするとかがいいのかなと思うんですけど、これも多分コットンパックはできると思うんですが、私的にはお掃除する時とかもこれ使えるなって思って、洗面所のところとか台所を拭く時にこれを少し水に濡らして台拭き代わりに拭いて使い捨てすると衛生面的にすごくいいなって思いました。私は洗顔してクレンジングタオルこれで拭いた後に、下の飛び散った水しぶきをこれで拭いて綺麗にするようにしてる。結構厚めだし破れない感じで、カット以外は本当に使い勝手いいから、お子さんのいる家庭とかぜひおすすめですね。クレンジングタオル3個セットだったので、これとまだ1つ残ってるから、これ使い終わったらロージーローザの方に切り替えようかなと思います。で、アマゾンで言ったら、これちょっと前に買ったやつなんですけど、こちらのアンカーの充電器で、これ大きさ違うんですが、ちっちゃい方が 45W で、大きい方が 65W で、これすごい人気だから知ってる方も多いかと思うんですけど、アマゾンに載ってた写真載せるとこんな感じ。この充電器1つでスマホ、タブレット、ノートパソコンとかあらゆる充電が可能。今はもうちょっとちっちゃくなってるかもしれないんですけど、 Mac のこのバカでかい充電器あるじゃないですか。これめちゃくちゃ重いんだよね。移動する時とかすっごい重くて、でこれが 87W なんですよ。でこれには劣るけど、かなり小さくなって 65W。 重さもかなり違うし大きさもかなり違うから、旅行に行く時だったりとか、どこか外出する時、会社行く時とか、これさえあればパソコンも充電できるし、 iPad とかもしっかり充電できるから、かなりキュッとしていいなと思って。で、これ知ったきっかけが、髪切ってくれた穂高さんがこれめっちゃいいよっておすすめしてくれて、買おうとしたらその時は売り切れで、で今は Amazon に在庫あるんですけど、楽天とかにも売ってるので、ぜひこちらチェックしてみてください。私は 45W は iPhone で、 65W はパソコンと iPad に使ってます。やっぱアキラはすごいですね。みんなが求めてたものだよね。で、コード挿すところはよくあるこの形なので、 USB 型じゃなくってこれ専用のやつ買わないといけないんですけど、とにかくコンパクトで便利だからおすすめです。で、 45W の方が3390円、 Amazon だと。で、 65W は3990円です。そしたら次は Q10 で買ったもの。今結構話題になってると思うんですけど、こちらティルティルのマスクフィットAC クッションがこっちで、ブラックはティルティルマスクフィットクッション。結構パッケージが大きめなんですが、 Q10 にはマスクにつかない強力な吸着力、72時間オールカバークッションっていう風に書いてあって、で、アットコスメアワード上半期3位取ってるらしいです。で、私はカラー 21N のアイボリーを買いました。じゃあまずブラックから手に塗ってみます。スーッと伸びるんですけど、肌にフィットしてくれる感が結構強いかも。あと香りが花っぽい香りがする、いい香り。そしたら
次ピンク色横に塗ってみるとこのような感じ。あー、ブラックよりも少しカバー力が高いのかな。でブラックよりも少しファンデーションが硬い気がする。言うならばブラックの方が薄付きでピンクの方が少しだけカバー力が高いかな。あと密着力もピンクの方がギュッとくっついてくれる感じがして、で割と最近届いたんですけどピンクの方だけ使ってみたら崩れるは普通に崩れます。でなんかに似てるなと思ったら去年か一昨年に流行ったラネージュのクッションファンデに付き方が似てるなって私は思いました。卵型で新しい可愛いよね。で私的にみずみずしさっていうよりはセミマット感があるなとピンクに関しては思いました。ちょっとまた使ってよかったらこちらの方も紹介したいと思います。そしたら次はミーコで買ったもの、これはもう大人気のやつ、1ヶ月前ぐらいかなに買ったんですけど、こちらコスメデコルテの着物ゆいオードトワレ、こちらは一つ8,800円です。でこれもすっごい人気で本当にいい香りで有名だと思うんですが、私ちょっと乗り遅れて買っちゃったんですね。で限定かな、ちっちゃいボトルのやつも売ってたけど即完売だったらしくてこちらの大きい方のボトルを買いました。でこれ本当にいい匂いで久しぶりにこんな好きな香りに出会った。お風呂上がり的な感じの石鹸みたいな感じもすれば少しフラワー的な要素もあって爽やかだけど可愛らしい印象の香り、ピンクっぽさは想像できるけどブルーとかも入ってるよねみたいな、そんな素敵な香りがします。で着物シリーズのオードトワレ他にも気品とかうららりんっていうやつがあって、だけどこのゆいが一番人気だそうです。でもうららもすごいいい匂いでどっち買おうか迷ったんだけど365日どちらかしかつけれないって言ったら私はこっちのゆいの方が好きかなと思ってこちらを買いました。で普段すっごい香水つける方じゃないけど何かいい香水ないかなって SNS でバズってたやつだったりとか話題になってるやつは基本買ってきたんですけど、なかなかタイプなものに出会えなくって、本当に久しぶり 3,4 年ぶりとかにこんなにタイプな香りに出会えたので持ち運び用で100均のボトル小さいやつにシュ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 ってめちゃくちゃ入れて持ち歩いてます。でボトルの見た目もすごい可愛いしおすすめ。そしてミーコ次はこちらアディクションコンパクトアクションセンスオブクラリティの101と102です。でこれは8月に発売された限定品ですね。で今ミーコ見たら売り切れてるんですけど他のサイトとかどこかで売ってるかもしれないので紹介させてください。6カラー入っていて1つ6,600円。まず101から全色並べてみるとこんな感じ。かわいい。夏も使えるけど秋っぽさもすごく強くてこっくりとした秋カラー。そして102全色並べてみるとこんな感じ。オレンジも可愛かったんですけどこのカラーは秋冬本当に大活躍しそうなレッドとかピンクっぽさが入っているアイシャドウで、質感はマットパールラメ3つ入っています。なんで限定品なのっていうぐらいパッケージも可愛いし本当に使いやすいカラーでこちら秋冬たくさん使いたいと思います。でミーコもう一つこちらアンプリチュードコンスピキュアスアイズで、私は04番のライトイエローブラウンをゲットしました。上がイエローでイエローに合いそうな黄色みがかったブラウンとラメパールのアイシャドウで、実際に手に塗ってみるとまず一番上これがクリームっぽいベースになっているらしくて普通にハイライトとして使えそうで、クリームって言ってもすごくサラッとした感じなので使いやすいタイプ。そして左下のブラウンこの色かわいい、かなり黄みがかってるからイエベさん大好物なカラーですね。そして右下こちらパール入ってるんですけど結構控えめで割と左のカラーと似てますね。でもぼかすと全然違うのでいろんな使い方がありそう。すごい可愛くていいなって思ってたんですけど7月ぐらいにミーコ見た時に売り切れててこのカラーがで、8月見たらあったから買わなきゃって思ってすぐポチりました。ちょっと夏も終盤にかかっているんですけれども私の中では10月までがちょっと蒸し暑い感じがするから10月まで夏ということでこちらをこれから使いたいと思います。はい、そして次は楽天です。楽天は8月の頭ぐらいかなお買い物マラソンをやってて、私お買い物マラソンって今まで参戦したことなかったんですけど初めて参戦したらすっごい楽しくていろいろ買っちゃったんですけど結構食べ物多めに買っちゃったので食べ物系は楽天ルームで紹介してるのでそちらをぜひチェックしていただければと思います。で今日は美容系のものかなを紹介します。まず1つ目、私フットネイルは自分でやっているんですけど通っているネイリストさんが使っているトップジェルがすごい綺麗だったのでネイリストさんの楽天ルームに貼ってあったトップジェルを買いました。こちら色違いで別のものを使ってた気がしたんですけどプレストブラッシュオントップジェル 13g、 これは3327円でした。パッケージ変わったのかな、かなりドローっとした感じのトップジェル、これと1つ買うなら他のも買っちゃおうと思ってこれと同じショップに売ってたこちら
スパリチュアルアップルフルーツキューティクリーン、これはキューティクルリムーバーですね。私が今まで使ってたブルーなんちゃらっていうやつは去年出したネイルの動画とかで使ってたんですけど、すっごいキューティクルを綺麗にしてくれるんですけど、あまりにも強すぎて乾燥が激しくなっちゃうからあまりおすすめできませんみたいなのを聞いたから、あ、何か新しいの買わなきゃなってずっと思ってて、でこれ買う時に思い出してこちらを買いました。これはすごいいいものかは分かんないんだけど、今までとてつもないぐらい甘皮がごっそり取れるものを使ってたからちょっと物足りなさは感じるんですけど、これはセサミオイルが入っているから潤いを与えてくれつつ、キューティクル周りの皮膚を柔らかく整えてくれるそうです。確かに乾燥はあまり感じなかった。だけど慣れだとは思うけど、今は物足りなさを感じてます。でも入れ物もコンパクトで可愛いし、とても使いやすい。でアップルをベースにシトラスとジンジャーの甘く爽やかな香りって書いてあるけど、匂いは、うん、私の鼻がバカなんかそんなに分かんないです。あともう一つ同じショップで買ったのがこちら、ニッパーは自分のなんですけど、ニッパーケース、これがヌドゥヌーボラ本革ニッパーケースっていうやつで、これめっちゃ高くて3300円だったんですよ。でもニッパー今までケースとかに入れてなかったから傷んじゃってないかなって不安になって、今更買ったっていうケース。やっぱケースあった方がいいですね。最初から買っとけばよかった。本革なので高いなとは思ったけど、でも安心感あって買ってよかったなと思います。あとね、これは私が見つけたんじゃないんですけど、姉ちゃんが見つけてきてくれた包丁、ちょっと持ってくるのもやばいやつになっちゃうんで写真だけ載せますね。これも楽天ルームに載せてるんですけど、家庭用包丁、三徳包丁っていうやつなのかな。で14801万4080円の包丁で、今まですごいキレの悪い包丁を使ってて、今年の夏フルーツトマトにはまりまして、大量にフルーツトマト楽天で買ったんですけど、今まで使ってた包丁があまりにも使えづらすぎてトマトが潰れちゃうから、これはまずいって思って、基本料理するのが姉ちゃんなので調べてもらってこちらの包丁をゲットしました。トマトのヘタ切ってる時とか手切っちゃうんじゃないかなってビクビクするぐらい本当に切れ味が良かったです。でも洗ってそのままにしておくと錆びちゃうから、しっかりと洗ってすぐ拭かなきゃいけないっていうところは面倒なんですけど、でもすごく切れ味良かったから、ぜひ私みたいに包丁難民の方は使ってみてください。すごい良かったから包丁と包丁研ぎ実家に送りつけました。はい、そして次も楽天で買ったもの、これはペットグッズなんですけど、こちら犬猫用の肉球ケア、肉球クリーム、キゾーハニークリームっていう無香料のやつですね。で今は夏だからすごい乾燥するっていうわけではないんですけど、肉球あんまり触らせてくれないけど、毛が伸びて肉球のところの毛カットする時だったりとか、肉球見てみると少し乾燥してる感じがあって、これどうにかならないのかなって思っていろいろネットで検索したら、肉球は定期的にマッサージだったりとかクリームつけてあげないといけないっていうのを聞いてこちらを買いました。で過去にも別のクリーム買ったことあったんですけど、それが舐めても大丈夫って書いてあったんだけど香りがついてるやつを買ってしまって、いや香り良くないだろうって思ってこっちを買いました。これはね本当に無香料で黄色いクリームになっていて、しっかりとガーって取って一瞬でマッサージしないとすぐ逃げちゃうから、抱っこして足フフって触ってつけてます。でも肉球普段床に面しているからすぐクリーム取れちゃうと思うんですけど、1日1回やってあげたら少し心なしかしっとりしている感じがしたから、しないよりはやっぱしてあげた方がいいのかなと思いました。でこれは蜜蝋が主成分の天然 100% の国産クリームで、天然の素材のみ使用しているので舐めても大丈夫、安心して利用できます。で蜜蝋っていうのはミツバチが巣作りの材料として腹部にある蜜蝋なんちゃらから分泌されるものらしい。聞いたことあったけど全然知らなかった。ワンちゃんとか猫ちゃん飼ってる方ぜひこちらチェックしてみてください。はい、で順番ごっちゃになっちゃったんですけど、アマゾンのやつまだありました。こちらオーブタイムレスカラーリップで、これ私は2色買ったんですけど、買った後にオーブさんから実際にいただいたので今日は全色レビューしますね。で私が買ったのは01番と05番、05番とか私めっちゃ好きそうなカラーですよね。ですよねとか言って、私が買ったのはこの2つで、これ1つ3520円で Amazon では売ってました。で Amazon のレビュー131件あって星が 4.4、 すごい高評価なので、これなんでこんなに高評価かというと、マスクにつきにくいっていう風に言われてるらしくて、巷ではリップモンスターに結構似てるなんていう噂もあるらしいんですけど、全部で5色あって色変しにくく落ちにくくて、ティントじゃないのにティントみたいっていう風に書いてありますね。全色並べてみるとこんなカラバリです。まず01番、リップ
を肉眼で見たよりも少し明るく発色するような感じで、しっかりはっきり色が出てくれます。で、塗り心地シア感もあるんですが、唇にフィットしてくれそうな感じなんだよな。で、こちらのカラーが CM で石原さとみさんが使用しているカラーだそうです。ブラウンレッド、そして02番クラシカルレッド、こんな感じ。結構華やかな感じのレッドになっていて、少しピンクみがかったビビットっぽさもあるカラーかな。そして03スパイスローズ、かわいい。ブルベさん大優勝のカラーだね。これは青みがかった紫っぽい感じのローズ。そして04スモーキーピンク、この中だと一番薄い感じで王道ピンク、学生さんとかにすごい人気そうなカラー。そして05フレッシュネクター、こちらのカラーかわいい。夏絶対使いたいカラーだよね。これはちょっと赤みっぽい感じの爽やかなオレンジで、私端っこの01と05を買って、今日実は01のカラーをつけてます。で、リップモンスターと似てるっていう声も聞いたことがあったので、ちょっと並べてみると、確かにちょっと似てるなっていう気はするんですけど、ティッシュポンってやって撮ってみても結構似てるんだよね。カラバリは違うんですけども、ちょっとリップモンスター全然買えないよっていう方はね、こちらのタイムレスカラーリップチェックしてみてください。そして最後、こちらも Amazon です。ビオデルマセンシビオ H2O クレンジング、これ 500ml で2本セットのやつ、2950円でゲットしました。薬局とかにも売ってたんですけど、持って帰るのが重いから通販に頼ってしまいました。で、これはコットンにこういう風に垂らして使うタイプなんですけど、コスメレビューの時にこれを使うことが多くて、ポンプでコットン上に置いてプッってやったらピュッって出てくるタイプのやつに入れ替えて使ってます。で、コスメ系とか美容系はこれで終わりで、最後にアクセサリー紹介したいと思います。今私がつけているこちら、めっちゃ可愛いんですけど、ブレスレットじゃなくって、本来はチョーカーだそうです。でも、ちょうど二重にしたらブレスレットとしていけたから、めっちゃ可愛いと思ってブレスレットとしても使ってます。これはもう完売になっちゃったんですけど、1つ5720円で、今首につけてるこれもクレイミーで、これもちょっと売り切れちゃったんですが、ベーブチョーカーというもの、めちゃくちゃ可愛い。こちら4400円でした。で、今着てるこの服もこれも売り切れちゃってる。スティッチパフドレスっていうワンピースなんですけど、すごい形が良くて可愛いんですよ。あ、これまだ在庫ある。これもね、すっごい可愛くて、結構前からゆいさんもつけてた気がするんですけど、あ、ゆいさんっていうのはクレイミーのプロデューサーさんですね。私が10代の時からずっと大好きで追っかけている方です。ドロップラインリング、2つつけてるように見えて1つだよっていう、これもすごい可愛くてお気に入り。1つ3520円で、サイズは11号。私指でかいからはまんないものが多いんですけど、クレイミーは後ろがくっついてないやつが多いから、割とそこでゆとりが出てくれてつけれるものが多いです。今つけてるこれも後ろがこんな感じで、これは調整できるやつですね。あと他にもこれも売り切れ。ミューズブレスレット、こちら6490円。あとこれまだ在庫ありますね。パールフラワーピアスっていうこんな感じのピアス、これも可愛い。基本クレイミーのはその時に買わないとなくなっちゃうから、割と多めに買うようにしてるんですけど、これも売り切れてる。ホープパールピアス、これも動画でつけてましたね。こういうのだったりとか、あとこの間動画でつけてたドロップパールピアスっていうのも売り切れてる。今更欲しいなって思うやつとかも結構あるから、クレイミーは 2,3 回にわたって頼むことが多いです。まだ在庫残ってるやつとかもあるから、クレイミーのショップぜひチェックしてみてください。洋服ももうすでに動画で着てるやつとかもあるんですけど、たくさん買いました。かわいい、本当に。はい、という感じで今回は私が通販で購入したものを紹介しました。はい、ということで最後まで動画見てくださりありがとうございました。今日のカラコンはこちら、ミムコの02番ブラウンフォンデュです。そしてツイッター、インスタグラム、ミキポンの自由帳、リップスもやってるので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西ミキでした。バイバーイ。